仙台市立東仙台中学校は、宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目にある公立中学校。通称は、あずまんと呼ばれ、同校のジャージにも、都仙と書かれている。アルカスとは、小学生、中学生、高校生の子供たちで構成され、主体的に健全育成活動や、飛行防止活動に参画することにより、自ら規範意識、 防犯意識を高めるとともに、子どもたちの視点から保護者や地域住民に情報を発信し、より良い地域環境づくりを目指して活動する、児童生徒健全育成ボランティアのことである。名前の由来は、児童生徒によるボランティアグループが大学生健全育成ボランティア、ポラリスミヤミのように活躍してほしいという願いを込め、北極星の周りを回っている星座の名称から、 命名したものである。東戦中アルカスは、平成19年度に結成され、挨拶運動、飛行防止教室の企画、運営等はもとより、校区内の小学校において、児童を対象とした寸劇による、犯罪被害防止教室を、企画立案し、自ら上演するなど、積極的に活動しており、その活動が高く評価され、平成23年2月21日、 宮城警察本部生活安全部長から他の模範として県内初のスーパーアルカス認定証を交付された。ありがとうございます。